アンボニーは18世紀のカリブ海で活動した海賊。アイルランドで死生児として生まれる、ジョン・ラカムの手下の一人である。海賊の記録が盛んに取られていた海賊の黄金時代に生きていたということもあり、メアリリードと共に特に名が知られている。ラカムやメアリと共に囚われて死刑判決を受けるが妊娠を主張して執行されず、その運命ははっきりしていない。 アンはアイルランドのコークで弁護士ウィリアム・コーマックと妾のメイドとの間に生まれた死生児だった。不義を犯した父親は妻と職を捨てアンとその母とを連れてアメリカ・サウスカロライナ州チャールストン近郊にプランテーションを購入して移り住んだ。年頃になった頃アンは男勝りな女に育った。彼女は感触を起こして家で使っていた女中をナイフで刺した。 などという噂が立ったほどであったが、これはでたらめであると思われる。父はアンに良縁を見つけて結婚させようと計画していたが、アンは父の同意を得ることもなく、チャールストンにいた船乗りのジェームズ・ボニーと結婚してしまった。父は立腹して、娘を感動した。父の財産を得るあてがなくなった二人は、バハマのニュープロビデンス島ナスオへと移った。以上は、 チャールズ・ジョンソンによる海賊の伝記集、海賊誌の記述に基づいているが、ボニーの前半生についての記述はジョンソンによる脚色型文に含まれていると指摘する研究者も存在する。ナッソーは当時、海賊共和国と呼ばれる武法者たちの拠点であった。1718年に、ウッツ・ロジャーズ総督が島に到着すると、多くの海賊たちは王の恩赦を受けて足を洗った。 ジェームズ・ボニーはこの際、ロジャーズの情報提供者になったとされる。ジェームズは近海の海賊についてロジャーズに報告し、これによって多くの海賊が捕らえられることとなった。アンは夫がロジャーズの元で働くことを嫌っていたとされる。その後、アンはバハマの居酒屋でキャラコジャックとして知られるジョン・ラカムと出会い、彼の恋人となった。 ラカムはジェームズにアンと別れるなら金を払うと申し出たが、ジェームズはこれを拒否し、それどころか、ロジャーズ総督に報告した。総督はアンを召喚し、アンの行為をハレンチであると非難し、ラカムのような悪い仲間とは二度と関わらずに、夫と定説に暮らすことを約束させ、もしこれが保護にされた場合は、ラカム自身にアンを鞭打たせると厳しく言い渡した。 アンは、ラカムと共に駆け落ちすることを決め、断層して、海に出た。断層の理由は、当時の掟では、女性は男性に混ざって乗船して働くことは、認められていなかったからである。この時ラカムの乗組員の中には、アンと親しい友人であった、メアリリードがいた。メアリはこの少し前に乗船していた商船が、海賊に襲われて、ナッソーに連行され、断層して、 新米海賊として振る舞っていたのだった。アンが断層したメアリに言い寄ったとき、彼女が女であることが発覚したというのが二人が知り合ったきっかけであった。海に出てしばらく、アンが身ごもっていることがわかると、ラカムは彼女をキューバに降ろしてその土地の知人に面倒を見させた。出産後、ラカムは再びアンを呼び寄せると引き続き海賊行為を働いた。 1720年10月、ジャマイカの北岸にてラカムの海賊船が、バハマ総督から派遣されたジョナサン・バーネット船長に、捕捉された時、おじけづいたラカムたち男性乗組員が船倉に、逃げ込んだにもかかわらず、アンはメアリと共に激しく抵抗した。しかし噴船虚しく制圧されて捕らえられてしまう。戦争に発砲するアンボニーアリンインターの、 シガレットカード、パイレーツ・オブ・ザ・スパニッシュシリーズ1720年11月16日、ラカムはセント・ジャゴ・デルベガにおいて死刑判決が下された。ここでラカムとの面会を許されたアンは、失望から、あんたが縛り首になるのは悲しいよと前置きしながらも、だけどあんたがもっと男らしく戦っていたら、犬みたいに吊るされなくても済んだんだよと辛辣な言葉を投げかけている。 アンとメアリの裁判が行われ、死刑が宣告されたものの、二人が妊娠を主張したため、母親を処刑した巻き添えで子供も殺害しては、ならないという法律に基づき、刑の執行は、出産が済むまで延期されることとなった。メアリは、その後熱病にかかってしまい、獄中で死んだが、アンは、無事に子供を出産したとされる。チャールズ・ジョンソンによれば結局、 彼女の刑が執行されることはなく、釈放されたのか否かは、よくわかっていない。一説によれば、アンは有力者であった父によって、社名を得、1721年12月21日に、ジョセフ・バーリーという男と結婚し、8人の子供を設け、1782年に、サウスカロライナ州にて82歳で亡くなったと言われる。アンは、 海賊誌以外の資料でも言及されている。彼女に対する他資料での最初の言及は、1720年9月5日のウッズ・ロジャーズによるもので、ジャック・ラカムに関わりのある海賊として、案について記述している。ありがとうございます。